いいか貴様、そいつら暗号部を守り暗号伝達を守れ。どんなことがあっても暗号を死守することがお前の任務だ。星垣さん、え、こっちへ来て一緒に食事しませんか？私に親しくしないでください。すぐに出発します。あ、さっきの話、任務が終わってからでもいいですか？食事です。逃げろ。手に暗号部の忍びを渡してはならん。生きて暗号部の忍びを渡すようなことはしません。辛い人生ですね。敵にこちらの暗号を渡すわけにはいきませんよ。ご苦労だったな、貴様。今からお前が大刀サメ肌の持ち主だ。そしてこれから俺の部下だ。お前のような奴だから信用できる。そんなことは仲間を最初にやった時から分かっていますよ。霧の忍びでありながら霧の忍びを殺す、自分自身が偽りの存在でしかないことだけは実感できる。ならば偽りの苦しみからお前を解放してやろう。誰です？あなたは私を信用しているようですが。闇で光るその目、そのシャリンガンで四代目を操っていたとは。一体何者なんです、あなた？ウチハ・マダラだ。姿を見せてください。いいだろう。舌を自分で俺に情報を取らせまいと自力で意識を取り戻した。